デニスが描かれたノーズアートワンパクデニスはハンク・ケッチャムによるアメリカ合衆国の漫画およびそれを原作とする派生作品である。1951年3月12日に16の新聞で連載が開始された。現在もケッチャムの元アシスタントであるマーカス・ハミルトン、ロン・フェルディナンド、ハンクの息子のスコット・ケッチャムによって執筆されており、 キングフィーチャーズシンジケートによって19の言語に訳されながら少なくとも48の国で1000ほどの新聞に掲載されている。本作は、いたずら好きなデニス少年が巻き起こす騒動を描くコメディ漫画である。ハンクの実の息子であるデニスが4歳の時、昼寝を嫌がり部屋を荒らしたことで、アイデアが浮かびキャラクターが誕生。その後、 1951年に連載が始まり、ハンクのライフワークとなった。その後、ハンクは1994年に引退するが、アシスタントのロン・フェルディナンドとマーカス・ハミルトンに引き継がれ、2001年のハンクの死後も連載が続いている。2010年以降は、スコット・ケッチャムが執筆陣に参加した。日本では過去に漫画特本にて連載され、 ツルコミック社から全6巻朝日イブニングニュース社から全3巻の単行本が発売された。また、ツルコミック社では雑誌、ワンパク、デニスも創刊されている。デニス役のジェイノース1 9 5 9年10月4日から1963年7月7日まで CBS にて4期に分けて日曜日の夜に放送。シットコム作品、モノクロ作品、 全146話。日本では1期がネット系列1社提供、2期と3期が TBS 系列1社提供、4期が CX 系列で放送された。1986年から1988年までデニス・ザメネスがアメリカで制作。日本ではキッズステーションやワウワウで放送され、バップから VHS が発売されている。2002年に 長編作品、ワンパク、デニス南の島で大暴れ、が公開。日本では2010年10月14日にディズニー XD で放送された。恋の出演以下の作品が制作された。1993年に公開された。監督はニック・キャッスル。主演はメイソン・ディアンブル。1987年にビクター・ディマティア主演のテレビ映画が放送された。 2007年には小説、クリスマス、キャロルの内容を取り入れたオリジナルビデオ作品がワーナーから発売。マックスウェル・ペリー・コットン、ロバート・ワグナー、ルイーズ・フレッチャーなどが出演した。ありがとうございます。